ほとんどのゲーム実況者ってトークつまんないんですよ。だからマイク一本だと喋れないからゲームに逃げてるんですよ。だからゲーム実況者ってほとんどが甘え、一部がプロ。舐めてるよ。ゲーム実況者で売れるって難しいよ。ゲーム実況で売れるなんて俺できないからこそ尊敬もしてるんですけど、すごく難しい。みんな例えばうんこちゃんとかさ、釈迦とか見てさ、いけるとか思ったやついるかもしれないけど、絶対無理だからね。舐めちゃいけないよゲームって、うん、だってゲームが基本メインなんだよ。そのゲームを超えるブランド、トーク、ゲーム回し、スキル、いろんなものを持ってないとゲーム超えられないんですよ。で、超えたやつって何のゲームやっても人集めるんだよ。ここの領域に生きるやつなんてもうピラミッドの頂点よ。ほぼ無理。みんなほとんどのゲーム実況者はゲームに食われてる。だからゲーム内容を変えると閲覧が変わるんですよ。それはゲームメインだからだよ。本物はゲーム変えたって人来るんです。クソゲーやったって来るよ。それが本物よ。でもゲームによってはかそる。ゲームによっては増えるみたいな。そういうやつはもう全然ダメ。お前はゲームに逃げた。ほんでみんな売れたい売れたいって言うけど、売れるかバーカ。勝ち目すんな。